高温で巻きすぎちゃったみたいで髪の毛が焼かれました。前髪が傷んでおります。だからちょっと気をつけようと思いました。てってくんかわいいありがとうって、あゆさんも紫のだるまさんありがとうございます。こんばんゆりゆり、そう焼きすぎちゃったもん本当に。マイケルジャクソンみたい。やけどしないです、気をつけます。そうですね、あのほうちゃんに教えてもらったんですよ低めがいいよっていうの。あ違うな、違う、ゆりのアイロンの最高温度が230度だったのかなっていうのをほうちゃんに教えてもらって、これはもうちょっと低めの方がいいよっていうふうに言ってもらいましたほらそっかそっかと思って。タボーさんハートありがとうございます。みんなのターボー、そう気づかないうちに髪の毛が伸びてました。なんか逆にさ違和感があるんですよね。 逆にって使い方合ってるか分かんないんですけど、いつも衣装の髪型はツインテールなんですね、ゆり。これで慣れすぎてしまっていつまでたっても変えないので、下ろしてるとさ恥ずかしい。ありがとうございます。ちょっとね今日ねこっちからのアングルなのには特に意味はないです。本当は正面に持ってきたかったんだけど、ちょっと布団を敷きっぱなしにしちゃったのでずらしております。じゃあ伸ばします。みんなが可愛いって言ってくれるので伸ばしたいと思います。サイフォンさんありがとうございます。あごめん定型文、そうそう思ったんだけど、あ変えようかなって思ったんだけど定型文を、その前に22時が来ちゃって間に合わんと思ってカイさんハートありがとう。サイフォンさんありがとう。はじめましてありがとうございます。そうね、ちょっとさ撮影をした日はですね、ゆり本当に何だろう、いっぱいね髪の毛を固めてもらうの。でもスプレーで固まらない髪質なの。だからその分また上から固めるじゃないですか。でまた固まらなくなってまた固めるじゃないですか。それを繰り返してやってると、撮影をした日の帰りは髪がキシキシになるんですね。だから今現状それ、今ねこう動いても動くんだけど、実際に触ってみるとキシキシしてます。悲しい悲しいだって悲しい子ちゃんです。ケープ地獄、いやケープは、いやケープ様様ですから地獄じゃない、ケープ天国あれ合ってるかな。はい、そうですね、今日はしっかりしっかりと明日に備えたいと思います。サラサラに復活させたいと思います。よっちゃんさん、月さん、かわいい、ありがとうございます。ポワポワが出た。よっちゃんさん、金の小槌ありがとう。くわたろうさんもハートありがとう。明日は
火曜日じゃん。学校です。そう、今日は祝日だったので日記だったんだけど、明日は平日だよ、みんな。でも社会人の皆さんは平日とか祝日とかあんまり関係ない方が多いですよね。頑張りましょう。そして花火が上がった、ありがとうございます。目標達成。あの、ただいまですね、アバターイベントに参加しております。島崎ゆりは参加しております。ぜひ星投げてくれたら嬉しいです。ありがとう。目標達成まであと 38,677 ポイントだそうです。達成できるといいな。明日雪が降る。本当に？実はちょっと知ってた。あのね、さっきね、ちょっと準備してる時にね、 BGM というかね、アミちゃんの配信を見ながらね準備してたんですよ。そこから来てくれた人ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、言ってた。へーって思ったよ。てってくん、ヤギ沼さん、ハートありがとうございます。マリンさん、ファイトありがとう。明日はリモート勤務になりました。あー、なるほど、天気だからかな。よっちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。おはよう。ジェドさん、おはようございます。そうですね、なんかショールームっていいですよね。メンバーのショールーム楽しくって見ちゃいます。なんか普段、そう、普段からね、なんて言うんですか、アミちゃんにはユリはね、ゲラっていうのかな、いっぱいね、何言っても笑いよってね言ってくれたんですけど、そんなことはないんですよ、ユリ。あのね、なんだろう、逆にメンバーが面白すぎるの。ユリが笑い屋さんじゃなくて、みんなが面白屋さんなの。それをちょっとね言いたかった、今日は。わかる？ユリはゲラじゃないの。だから面白いことにしか笑いません。なんか2期に入ってから思ったんですよ、すごいみんな面白いの。いや本当にみんなわかると思いますよ。楽屋とか裏側とかね、あんまり見えない部分でもみんな面白いからさ、いっぱい笑っちゃうんですよ。ゆうすけさん、花束ありがとうございます。素敵。ハートもありがとう。あ、芸人集団、芸人軍団、芸人さん的な笑いなのかはちょっとわかんないんですけど、なんだろうね、すごい面白いの。だからユリも面白くなりたいんですけどっていう話をずっとしてる。ちょっと髪の毛キシキシマンだから隠す。あゆーさん、よっちゃんさん、ハートありがとうございます。言える範囲で面白いエピソード？なんだろうな。あ、じゃあね、まーちゃんさんとかステージ上ではね、本当にザ・アイドルって感じでもうキリッとしてるじゃないですか。でも、なんていうの、ちょっとたまにおちゃらけるんですよ。それが本当にツボで、今日もいっぱい笑いました。あゆさん、ハートありがとう。
ゆりゆりは可愛い担当？いいの？でも可愛いだけじゃさ、アイドルやっていけないのよ。可愛いかは分かんないよ。それはもう、まあ、ゆりは可愛いと思ってるけど可愛いだけじゃないだ、ダメなんだよ。何でもできるようにしなきゃ。オールマイティーに、オールマイティーに行こう。純蔵さん、アイスクリームありがとう。最近食べてないよね。ワルさんも担当しなきゃね。でもちょっとね、恥ずかしい。なんか悪いんでしょって言われるとちょっと恥ずかしい。まあハートは極悪人だけど。22時過ぎて大あのですね、実は私18歳でございます。22時過ぎてて大丈夫なんですよ。そう、あ、カイさんハートありがとうございます。ほら、ちゃんとカービィ君も送ってよ、ハート。かわいい、ありがとう。ってみんな今更やで。まあいいんですけどね、17歳、永遠の17歳で通るならそれでもいいんだけど、今は18歳の気分だからそうやって言わせて。こんばんは、すずめさんありがとうございます。そう、今日は祝日で成人の日ですよね。成人を迎えられた皆さん、おめでとうございます。ゆりはね、あと2年後ですね。でも今年は本当にいろいろ大変で、中止になってしまったり延期になってしまったりいろいろあったと思うんですけれども、で本当に残念ですよね。それは音が聞こえた？それはね、心霊現象だよ。怖いからやめておこうか。ストーブかな？そう、ストーブだと思うよ。ゆりゆりの振り袖、今から楽しみにしてる。ありがとうございます。晴れ着はね、何色がいいかな。なんかお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんのカタログとか見ながら、これかわいい、これかわいいっていうのはね、いや、たまにやってるんですけど、いざね、自分が着るってなるとさ、選べない。決めてないんですよ。みんな的には何色が似合うと思う？今は緑を着てますね。じゃあピンクだった時はこんな感じ。ピンクの振り袖、赤の振り袖、ひっくり返っちゃった。赤の振り袖、あとは青の振り袖、青、あと何色があるんだ？白か黒か、ちょっとここにはないですね。オレンジ、本当に？オレンジか、似合うかな。でも確かに可愛い、明るい色って可愛いですよね。ね、赤も素敵ですよね。確かにちょっとね、なんて言うんだろう、現代風よりもなんか、なんて言うの、現代風よりもこう昔ながらって言い方が合ってるか分かんないけど、緑とかさ、そういう濃い色も結構好きかも。確かに
緑ね好きですよ。ゆり紫？本当に？すごい。ゆりね紫のものね全然持ってない。うわ着てみたいないつか。紫か似合うのかな。藍色確かに可愛い。青可愛いよね。今の衣装もね青なんですけど結構好きです。うん、ありありありよりのゆり。あー成人式ってねみんなふわふわのさマフラーみたいなやつあるじゃん。あそれがショール、ショールか。あれやるんかな。あれ可愛いよね小鳥さんみたい。バルユリはブラックじゃないのね。いやなんかブラックねブラックめっちゃ好きよ。でも心がブラックだからさちょっとね黒のハートを他の色で包みたいっていう気持ちがあって何言ってるか分かんないそう前撮りしたら絶対にインスタに上げてください。いつか多分あげます。いやー20歳を迎えるのか。うん想像つかないねっていう気持ちです。なんか本当にさ時の流れってあっという間なんですよ。でも個人的には早く大人になりたいゆりゆりでした。成人代表で挨拶してほしい。それではブーイングになっちゃうよ。ゆりが挨拶したらこの子本当に成人かーってブーイングはならないか。二十歳のしまちゃんお父さん泣いちゃうぞ。泣かないでー。みんなお父さんみんなお父さんか。いやそうですね素敵な大人になれるよう頑張りたいと思います。そう2期だと今年はね成人のメンバーはいなくって来年がニーナちゃん再来年がゆり再来年の次がアミタちゃんその次が中川千尋ちゃんその次が佐々木ほのかちゃん佐々木ほうちゃんすごいね。明日じゃない来年からコンボが続きます。来年強がり来年みんな言ってるそうラッシュが起こるね。年子の姉妹なんですよ2期は。ちょうど今年だけ空いてるっていう5連コンボパズドラできちゃうね。パズドラって難しいよね。ちょっとやったことあるけどコンボとか頭使えなさすぎてすぐにやめちゃった。え、ほうちゃんが成人式か泣いちゃうよりだってほうちゃんが成人式今ほうちゃんは中学3年生ちゃん？いくつ離れてるんだ？ゆん？計算が苦手すぎてさ今14歳かな15歳こっちん4年ぐらい空くよね。でもほうちゃんが二十歳になったら24歳3学年23? 4年だよね多分。どうしよう想像がつかない。
いや本当にね、立派なアイドルに成長できるように頑張ります。焦ってます。大きくなれるように頑張ります。なんか未来って楽しみがいっぱいですね。希望が詰まってるんだけど、あ、ちょっと噛んじゃったけど、希望が詰まってるんだぞい。そうだ、成人が18歳にもなるんですよね。でも成人式は変わんないかな。みんなも見ててくださいね、絶対絶対絶対。長生きするぞ。そうだそうだ、みんなで長生きしましょう。よっちゃんさん、尊いありがとうございます。本当に強く生きるだよ、ニーナちゃんの言葉だけど。佐藤さん、かわいい、ありがとうございます。めっちゃ面白い、長く生きる。あ、こんなに笑っちゃうからゲラって呼ばれるんかな。でもこれはさ、みんなが面白いから仕方ないですよね。いや、ゆりじゃないよ、ゆりが別にゲラなわけじゃないよ。みんなが面白いんだってわ。笑い方かな、引き笑いなんだよね、ゆりっていう。あ、クラファンソロまとめかオンラインで迷ってる。いいこと言ってくださいました。そうね、クラファンとはまずまず、それはね、2期は2月16日に10枚目シングルを発売させていただくんですけれども、その CD を今回はクラウドファンディングを使った新しい CD リリース様式にチャレンジということで、ただいまそのクラウドファンディングが絶賛受付中でございます。それね、いろんなリターンのねコースがあるんですけど、そうだな、ゆりのおすすめはね、でもあのソロまとめは本当にいいなっていうのを思ってて、あのですね、多分日記をまだあまり知らない方とか、いつも応援してくださってる方ももちろん推しメンのグッズがもらえるのは嬉しいじゃないですか。っていうのと、2期はあまり知らない方でもこのメンバー可愛いとかちょっと気になってるこの子っていう子は多分そういう方はいっぱいいらっしゃると思うんですよ。そんな方におすすめ、とっても。そんなソロまとめのコース、でもそう、リアルイベントはね、これもまたよくって、本当によくって、もう名前の通りなんですよ。実際にイベントのそのコースを選択した方しか行けないイベントを開催させていただきます。2日から選べます。あとね、それだけじゃないんだよね、内容が。なんかそのホームページに行っていただいたら分かるんですけど、 BG さんの本当に他にもいろんなものがついてくる。その CD のクレジットにお名前が載ったりとか、写真集がついてきたりするし、そう、お手紙も書いちゃうんですよ。だからぜひともチェックしてみてね。あ、オンラインイベントは、あ、これもおすすめ、これもおすすめ、本当に。なんか前回オンラインイベントをやらせてもらった時は後ろにカメラがついててね、いつものライブでは味わえない画角からのライブ
映像も見れちゃうんですよ。すごい楽しかったな。そう、リアルイベントは本当にがっつりライブしたっていう。今回はねちょっとどうなるかわかんないんだけど、前回は本当に楽しかったねっていう。写真集どうなる、どうなるんだろう、どうなる、どうなるっていうかね、最高になる予感しかしてないけど、でもまだね数カット、メンバーの数カットしか見てないんですけど、もうこの時点で最高って言ったらもう最高じゃんっていう話よ今回のね、なんだろう、光がすごい素敵でしたね。シチュエーションもね2パターン撮ってるんですよ。1パターンは部屋着って感じで、CD も1枚公開しましたが、ちょっといい感じなんじゃないかなって思います。空まとめにしました。お、ありがとうございます。え、じゃあ信州は誰が一番可愛いですか。え、そんなもんね、みんな言わずもがな。ゆりゆり可愛い、ありがとうございます。そうなん、そうなん、ありがとうございます。ゆりゆりが一番可愛いいや、みんな可愛いでございます。ありがとうございますおーよ、もちろんしまちゃんが一番可愛い決まってんだろ。世界で一番可愛いんだよ。はいゆりゆりでーす。なんかさ、初めて見てくださった方とか、何この子、多重人格って思っちゃうかもしれないんですけど、これがゆりゆりです。はい。あ、間違えちゃった。うちうちだって。あ、間違えちゃった。久々だから。ここだけの話。ヨネさん、かわいい、ありがとうございます。Yes, this is ゆりゆり。キャラ渋滞。そうなんよ、もう、ね、人格が渋滞してるの、島崎の中で。みんなのお気に入り島崎は何ですか。ゆうすけさん、かわいい、ありがとうございます。熊太郎さんもかわいい、ありがとう。いいね、このかわいいのスタンプはゆりゆりのためのものかもしれない。キラキラ増しといたそうだ、あのさ、ちょっと昨日ツイートしたんですけど、昨日からね始まってるアニメ「アイドリープライド」を見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったっていうかね、本当にこのアニメ楽しみにしてたんですよ去年から。見た方いらっしゃいますか。見ました。そう、アイドルのアニメお話なんですけど、え、なんか広告を見て、え、面白そうって思ってね見たんですけど、あのエンディングかな、なんかね曲がね、え、すごいこの曲いいなって思ってね見たら、清志隆人さんが作詞作曲編曲されてらっしゃって、えっ、と思ってゆりオーディションで清志隆人さんの痛いよをね弾き語りさせてもらったんですけど、清志隆人さんのね音楽が大好きで、すごいつながりを感じましたそうなの、ちょっと懐かしい。気になるよね。
なんかゆりね、こういうところあるんですよ。そういう縁、縁がある。には楽しみですね。ちょっとさ、最近ちょっとアニメとか漫画とか、そういった沼にね、ハマっております。おすすめのお話あったら教えてください。でもちんこちゃんがね、確かラブライブを見ててね、ちょっと聞いたんですよ、今日お話を。気になる。すごい人気だし、きっと素敵なお話、アニメなんだろうなって思う。かいさん、金の小槌ありがとうございます。ゴン。本当にいろんな沼がさ、世間にあふれてるんですね。ですよね。そのアニメは何時ですか？日曜日、毎週日曜日の11時とかから。え、エヴァウエハースも気になる。あ、この間のウエハースですか？シンジ君とカオル君が出ました。これめっちゃお気に入り。ちょっと携帯透明のケース欲しいな。入れたいです。120円だからね。素敵。よっちゃんさん、だるまさん、ありがとうございます。ネットフリックスとかアマゾンプライムとかいろんなので見れますよ。アベマとか。11時半だって。ひろしさん、こんばんは、ありがとうございます。しまちゃんです。そうか、今日10時半からね、確かカジーさんがね、ショールーム始まってるんですよね。36分だ。今日はどうしようかな。あ、本当ですか？ちょっと遅れる。それまでみんないてください、寂しいので。こんばんは、ベムさん、ありがとうございます。セッシーさん、ユリアです、こんばんは、ありがとう。ベムさん、かわいい、ありがとう。とうとう、ありがとう。最後までいる、優しい、ありがとうございます。じゃあちょっとみんなを笑わしたい。ゆりゆりは寂しがりなのかな。どうなんだろう。でも本当に多分みんなといるのが好きだから、寂しがりなのかな。分かんないけど、寒がりではある。関係ない。ベベさん、小槌ありがとうございます。今年一番笑った。絶対嘘。絶対真顔でこうやって打ってる。ちょっと真面目に受け取らないと。真面目じゃない、素直に受け取れない。カマチョ？そんなことないよ。違う、みんながゆりにかまってくるの。かまちじゃないです。サーフさん、かわいい、ありがとうございます。バレてるじゃないんだよ。あ、そういうこと。ゆり推しは全員ゲラ。お揃いだね。ゆりゲラじゃないし。みんな、ダメだよ、ユリを甘やかしちゃう。そうだよ、みんなはね、ユリを怒る係なんだからね。みんなはね、コメントでいつもね、甘やかしてくれるけど、違うんだよ。どんどん言って、調子乗ってるぞって。あ、いいよ、全然
甘えかすんじゃなくて甘えてくれるのは全然いいですよ。名前ってちょうだいちょうだいちょうだい、ゆりあお姉さんが甘やかすぞ。こんばんは、いさおさん、ありがとうございます。怒るがかり多いな。怒られすぎちゃう。ゆりやった、ゆりしわちゃんのソロまとめにしようかな。やった、ありがとう。嬉しい。かわかわ、ほらまた甘やかした。可愛いから怒れないで。だってダメだよ、ダメだぞ。言ったら言ったらなんかしでかす。どういうこと。怒ってよ。まああれね、急に怒ったらゆりもねちょっとびっくりしちゃうから、今から怒るよって言ってね、あの怒るときは。だから今から怒るよ。ちょっとゆりゆり調子乗るんじゃない。これで完璧。これ沼を感じて、どういうこと。沼じゃないよ。ふくぽんさん、かわいい、ありがとうございます。あ、また甘やかしたぞ。前置きは必要。そう、ちょっと一回よりも、あ、今から怒られるんだ。わかりましたって受け止めるから。柴田かわいい、それは甘やかしやね。心の準備って、そう、心の準備は必要ですよ。うん、何に対してもそう。はっ、太郎君、今からゆりゆりにコラって言います。そんな感じそんな感じそんな感じ、そう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 、いいね、いよいよ。セシーさん、お久しぶりです。可愛さには変わりなし、ありがとうございます。いや、もっと可愛くなってるはずですよ。こら、ゆりゆり可愛いぞ。怒られちゃった。みんな言ってくれるじゃん。こういうとこだよ。じゃあ今度言ってね。今度までにちゃんと言えるようになってきてね。修行してくるんだよ。よろしくお願いします。オレンジさん、星投げ終わってありがとうございます。こらって、こら、うん、こら、何年かかるんだろう。じゃあゆりもちゃんと怒られないようにするので、みんなはちゃんと怒れるようにしておいてください。はい、オッケー、これでオッケーね。一件落着。ん、一件落着。じゃ、一旦終了、完結。はい、オッケー、はい、オッケー、オッケーです。ありがとうございます。ゆうすけさん、尊い、ありがとうございます。尊い。ということでね、あ、600人も見てくださった、ありがとうございます。そろそろ終わりの時間になりましたので終わりたいと思います。告知を、そうですね、告知をしたいと思います。
2月16日に先ほどもお話ししましたが10枚目シングルを発売します。新しい CD リリース様式へのチャレンジということでクラウドファンディングを使った CD リリースになります。オレンジのボタンからサイトに飛んでいただけます。これかな。ぜひぜひもうすぐで終わっちゃうので応援よろしくお願いします。頑張ります。そうだね 100% 目指して頑張ります。今からでもねたくさんの方に知ってもらえたら嬉しいです。告知するぞ。ぜひ拡散のご協力よろしくお願いいたします。あ、こっちでした。こっちだってはい、そして1月17日に単独ライブ、今年初の単独ライブを行います。初台座ドアーズさんにて新春でパーレーっていう題名ですね。もうパーレーみたいな楽しい楽しいライブをお届けするので一緒に楽しい時間過ごしましょう。ちょっとみんなに楽しんでもらえるような内容になるんじゃないかなって思っております。ちょっといつもとは違うんじゃない。そうですね、今はあの開催予定になってるんですけども無事にライブできるといいなっていう思いです。配信もあるのでぜひ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 配信見てください。配信チケットねゲットしてくれたら嬉しいです。ゆうすけさんハートいっぱいありがとうございます。ベムさんもありがとう。マリンさんファイトありがとうございます。頑張ろう。こんな感じでそろそろねランキング読みます。ピン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 。10歳の方からおよさん、ゆうきさん、やすさん、快速ラビットさん、ゆきまさん、みそこしさん、ちくわねこさん、まぐろくんさん、あらなみえびさん、みかんさん、くまたろうさん、まりんさん、そしてつきさん、ありがとうございます。お、嬉しい、緑似合う、ありがとうございます。ひろしさんもハートありがとう。ということで今日も配信見てくれてありがとうございました。明日やだな、学校って気持ちだけど一緒に乗り越えましょう。そう、だってもう今週末だもんね17日って。あと1週間頑張ればみんなに会える、ライブができる、配信でねお会いできるっていうのをバネに、バネじゃない勝て、勝なっていうのを心の支えに1週間頑張りたいと思います。それではせーの、うつしまでした。またまたね、バイバイ、おやすみなさい。